はい、どうも健太伝承でーす。健太伝承です。はい、健太伝承です。はい、何も思いつかなかった。また最近何も挨拶が思いつかないんで、まあ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 、まあ、はい、というわけでですね、ゲーム消そうか。はい、今回のお話はですね、これパンツ気持ち悪いな、布団かけよ。気持ち悪いなこれ。はい、ですね、今回はですね、ちょっと、スピリチュアル的なですねお話をちょっとしようかなと思っております。スピリチュアル的なお話ってですね、信じる方と信じない方ね、いらっしゃいますけども、僕は結構信じる派なんですね。スピリチュアル的なこと、第6巻とはね、まあ、死後の世界だったりとか、お化けだったりとかね、まあ妖精だったりとかね、そういうちょっと不思議なものね、まあ、スピリチュアル的ってちょっと今ざっくり言ってるんですけども、そういうものに関してのちょっとお話をしたいと思います。はい、なんか暗くね、いつもよか。あち、変わんねえなこれ。これ、ま、カメラの角度が、変わんねえな。まあいいや、スピリチュアル的な話だから。そうで、どんなお話かというとですね、何を隠そう、私、小さいおじさん見たことあるんですね。ガチですよこれ。本当にみんなね、お前本当もう嘘つきだなとかね、そういうこと言うんですよ。いやいや、嘘じゃなくて本当に、もう信じない方は信じない方で、まあね、無理やり信じろって言ったってそれはもう無理な話だからね、まあしょうがないんですけども、本当に見たんですよ、小さいおじさん。小さいおじさんに、まね、プラスしてさらに俺カッパも見ましたからね。カッパも、うん、まあこれは後ほどお話ししますけども、まあカッパに関してはちょっとね、実際どうなのかなって思うんだけども、小さいおじさんはねマジで見た。うん、小さいおじさんはねすごかったよ。ちょっとこれ音楽かけようか。小さいおじさんはね、ちょっと待ってね、音楽かけるから、あのムードを出さないとねいけません、ゆえに、まあ見た時はね、中学校1、2、3年生、まあ、それうちのどれかぐらいだ、まあ、とにかく中学生ぐらいだったかな、うん、ぐらいというか中学生であることは間違いない。ちょっとごめんね、本当に今音楽かけてます。あのね、新横浜とか横浜の方から、まあ地元の方にね、ちょっと車で帰ってる時だったんですけども、これちょっと待って、どれだ BGM、 あ、ちょっと待って、 BGM どれ、見えねえよ、これじゃないよね、これじゃない、これじゃないこれじゃないぞ、これじゃないぞ、ちょっと待てよ、ほら BGM、 BGMこれだ。でね、小さいおじさんどういう時に見たかっていうとですね、まあ、小さいおじさんって結構有名でしょ、芸能人とかでもね、結構小さいおじさん見たことあるよっていう人ね、いてさ、よくテレビとかでお話しする人いるじゃないですかね。昔中島美嘉さんだかなんだかハエに乗ったね、小さいおじさん見たよみたいなね感じのことを言ってたんだけども、まあまあちょっとそれは置いておきまして、自分がまあ中学校1、2、3年生、まあその辺どれか、まあ確か中1か中2ぐらいだったね、若かったから、まあその横浜の方から帰ってきましたとね、車で、で地元の方を走ってて、大きい結構警察署があるわけですよ、警察署はね。でまあ端っこの道路を走ってました。で俺は後部座席に座ってたのね。で4人で運転手、おばさんが助手席で、俺と妹が後部座席でね、まあ座って帰ってたわけです。
したっけね、俺こうやってまあ左があったんだけど、こうやって窓の外をこうやって見せたわけ、なんとなしにね、うーんとね、したっけさ、あの人ってさ横目でさ、今俺こう向いてるけど、こっちの方ってさなんとなくぼやけてさ、この辺なんかしたら見えるじゃない、視界で横目っていうかね、あのか何がなんかなんだろう、完全に見えてるわけしか捉えてるわけじゃないけども、なんか視界の中にさこうギリギリ見えるとこってあるじゃないですか、視界にね。でまあこうやって見せたのでね、こうやってね、したらさ前方のその警察署のね、道路のてか目の前に、要はあのなんだろう、車道と歩道の段差ってあるじゃないですか、本当に段差どれぐらいだろうな、レベルで言うと本当にこれぐらいの、ここが車道だとするとこれぐらいの段差があって歩道みたいなね、ちょっと段になってる感じね、車道と歩道が同じ高さじゃなくて歩道がちょっと段になってるわけですよ。でね、そこの歩道と車道の段差のとこになんかね異質なものがね、まあ視界の中で見えるわけですよ。例えばさ、どっちも車道もさ歩道も大体灰色だからグレーね、はそうじゃないですか。その中にさ一個だけさ赤いものとかさ、なんか青いものとか発色のいいものがあったらさ、んなんかあるなっていう風に脳が認識するじゃないですかね。でまあその時もそうだったわけですよ。なんかまあ前方のその段差のとこになんか物体があるわけですよ。こう本当に段差と同じぐらいのサイズの、なんだろうなと思ってたんですよ。色が発色が良かったからね、うん、なんだろうなと思って、でまあわりかしそんな早く走ってなかったから、まあまああれでも2、30キロでしたの、まあ2、30キロぐらい本当このそれぐらいのレベルで走ったわけね。でだんだん近づいてくるにつれて、なんかおかしな物体がなんか本当に周りのなんだろう、その車道には似つかわしくないっていうか、なんかちょっと異質なねものが見えるわけですよ、うん、ペットボトルとかでもないし、なんかちょっとね異質なんですよね、うん、なんだろうなと思って、まあ、窓を開けてねじーっと見たんですよ。でだんだんそれが近づいてくるじゃないですか、したらなんか動いてるんですよ、ちっちゃい、ほんと段差と歩道の段差と同じぐらいのサイズのやつがなんかうごうご動いてるんですよ。なんだあれと思って、え、何やネズミと思って、なんでも色がねエンジなのよ、本当にこういう、まあこれはワインレッドだけど、こういう感じの色の上下色のこういう色なの、何あれと思って、なんか赤いのもそもそ動いてる、何と思って、でだんだん近づいてきて、だんだん近づいてきて、したらだんだんそれが近づいて見えてきたら、え、びっくりした、人形かと思った最初、もう本当に人形みたいな。で上下ね、こういう色のねエンジっていうか赤色のジャージを着てるんですよ。あの横にラインが入ってるね、よくあるじゃないですか、そういうなんか中学生とか高校生の時に着たね部活っていうか、あの運動着のジャージみたいなあれ着てるわけですよ。で髪の毛がちょっともじゃもじゃのね、大きいリュックを背負ってる、まあ髪の毛ちょっともじゃもじゃでリュック背負ってるの大きい、それ人形かと思って動いてる、何と思って、だんだん近づいてる、こういう風に見えるわけじゃん、こうやって見てたのがこういう風に見えるわけじゃん、したらもう横になった瞬間にビビった、小さいおじさんなのマジだって、マジなんだって、これ本当にパンツばっか見てんじゃねえんだ俺の思春期の坊主もね、びっくりしたの本当に、なんかね、うーん、誰に似てるかな、似てる、なんかなんかとにかくパンチパーマじゃないけど、もじゃもじゃのなんか天然パーマみたいな髪かけた、で上下赤色のジャージ着て、おっきいリュックサック背負った親父が横ね、ちょうど俺が並んだ時にこうやってはぁみたいな感じで大きいため息をつくことだったので、だんだんそれで戸惑ってくるじゃん、それでちょっと止めて、なんか変なのがいるっつって、なんだよって言うから、なんか変なのが段差にいる、段差が変なところにちっちゃい変な親父みたいなのがいるっつって、はぁっつって、みんな言うんだ、何言ってんの、でも何言ってんのって言うから、いや、ちっちゃい変なやつがいるんだってって、いや、それちっちゃい親父もたまに揺るがないって言うから、いやいや、ちゃ、そういうんじゃなくて、もうこんなちっちゃい、ほら、離れてくる、ちょっと待って、それに、ちょっと、そんなの止まれないよって、何言ってんのって言うから、ちっちゃいおじさんとかちっちゃいおばさんとかいるじゃんって言うから、違うんだ、そうじゃないんだって、もうそのちっちゃいのスケールが違うんだって言うの、こんな段差と同じぐらいのちっちゃいおじさんがいるんだって言ったら、何それ、人形って言うから、人形じゃない、動いて生きてる、って、大丈夫あんたっていうふうにね、もう、助手席のおばさんとかも大丈夫かよみたいな感じで信じてもらえなかったっすね、うん、悔しいけどね、信じてもらえなかった、でも本当に見たんだってこれ、わビビったよ本当に俺は、はぁーってすごい疲れた顔してため息ついてた、すごい大きいリュックサックショーしたからね、でどんどん離れちゃって結局そのまま見えなくなっちゃったんだけど、でずっとこれ言ってたわけよ俺は、見たから本当に見たんだって、うん、
確信を持ってるからね。そうでね、まあずっとそうやって言ってたけど誰も信じてもらえず、でだん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 記憶が風化されね、忘れていくわけです、自分自身もね。ほったっけね、中学、まあそれが 1,2 年生だとすると、で高校生の終わりぐらいに俺ミクシーってのが流行ったんですよ。ミクシーってのがってのおかしいけど、ミクシーが流行ったんですね。中学生の当時はミクシーなんてのは一切そうだ知らなかったし、まあ正直あの携帯電話ってもうそういうのが使えないようなレベルの携帯電話だったからね。で高校生に入って、高校の時はねあんまりミクシーとかそういう SNS って流行ってなかったのよ。そうで高校卒業したぐらいにミクシーがだんだん浸透し始めてっていうか、みんなねやり始めて、で俺もまあ始めましたと。とであれミクシーってさ、なんかミクシーニュースみたいのがあって、そっからさなんかなんつうの記事を書けたのよ。ニュースを引用してなんか書けるじゃない、日記をね。でまあそういう風に俺も結構ちょこちょこ書いてて、 SNS 好きだからね。うんでその時に久しぶりにね、小さいおじさん目撃多数みたいなね感じのミクシーニュースがあったわけですよ。おっと思って開いたら、なんかそれ確かその時に中島美嘉さんかながなんかハーレーに乗った小さいおじさん見たよみたいなねミクシーニュースだったわけですよ。俺もそうよ見たなーって思って、でそのニュースを引用して、僕ね中学校の時にこういうねおじさんを地元の警察署の前で見ましたとね。上下赤色のまあジャージを着て、おっきいリュックサック背負って、でまあもじゃもじゃのね天然パーマみたいな感じで、はぁーで疲れたため息をついてるところを僕車の中から見ましたっていうね、まあ日記を書いたわけですよね、ミクシーで。そしたっけさ、コメントができるじゃないですか、その日記にね。でニュースから記事を引用すると、結構そのニュースに関連する記事を書いた人に、まあいろんな人、不特定多数の人が飛んでこれるわけですよ。でそこでまたコメントかけたりとかしたんだけどね、まあ今もそうなのかもしれないんだけども、数日後にですね、一通の、メッセージが来たんですよ。直接コメントじゃなくてメッセージが来たんですね。おお、なんだ業者かいなと思ったんですけども、まあ、当時ミクシーとかでねメッセージとかでなんか出会ったりとかそういうの結構あったから、お女の子だったからだったのね。おお、なんで女からメッセージだと思って、おお、なんだなんだと思ってたら、私も小さいおじさん見ましたっていう感じのメッセージだったわけですね。あ、そうなんですかと思ったら、この内容がすごいんですよ。聞いてください、これ。あのね、全く同じ小さいおじさん私見ましたっていう、えっつってメッセージ、ね、私が見たおじさんも上下赤っぽいジャージを着て、おっきいリュックサック背負って、で頭もじゃもじゃで、私が見た時も警察署の前でため息をついてましたって言うんですよ、そのメッセージくれた方が。えっつって、同じおじさんじゃないですかそれ、つって。でその子のねプロフィール見たら北海道なんですよ。えっつって、同じおじさん、俺が見たおじさん、俺神奈川で見たのね、北海道まで歩いてっちゃったんだあいつ、すごくね。水曜どうでしょう、もびっくりだよね。原付とか乗ってないからね、そいつリュック背負って徒歩だからね。水曜どうでしょう原付乗ってたけど、そいつ原付じゃないからね、歩いて北海道行っちゃったんだよ神奈川から。海どうやって渡ったの、海船、多分フェリーに忍び込んだんちゃうかな、わからんけども、全く私も同じおじさん見ました。警察署の前でね、利用姿形も一緒で、ため息ついてるところまで一緒でした。ほんとびっくりしました。私、ほんとにずっとそれ友達に信じてもらえなくて、で、たまたまそのミクシーニュースから記事飛んで見てたら、ほんとに、同じおじさんを見てる人がいて、私っていうか、私ほんとにびっくりして今メッセージ送ったんですっていうふうに、ね、北海道の、女の子から、女の子つってもまあ、当時同じおじさんだったんだけども、からメッセージいただいて、すごいですね、びっくり、俺も初めてですって、みんな周りが信じてくんなくて、自分でもだんだんなんか本当に見たんかな、ね、なんか自信なくなってきてたとこだったんですよつってね。いや私も同じおじさん見ました、だから本当にいるんですねつって、音楽が消える、そういう話があるわけですよ。これびっくりっすよね、こんな気持ち悪い T シャツ着てる、関係ないそれは関係ないね。ね、びっくりしましたよ、ね、これねちょっとビームスティーなんですよね、ビームスティーなんだけど、これがなんか昔付き合ってた女の子に似てたからね、前に買ったんですよ。もうこれ8年ぐらい前に買った T シャツだけど、ね、お尻に入ってたからパジャマで着てます。暑い、そうごめん、すんごいラフな格好でごめんね、暑いんだよ、風呂入ったばっかだから。そう、そんでね、まあそういう話があったわけなんですよ。同じ、まるで同じね、おじさんを見ましたっていうのを、北海道のね、
女の人から、メッセージいただいて、これびっくりでしょ、これで、みんな言うんだよ、なんでただそいつお前とね出会いたかっただけなんじゃねえのって周り言うんすよね。そんなことない、だってそのメッセージでもう終わっちゃったもん。じゃあ頑張ってくださいねって何を頑張るねんっていうじゃあ頑張ってくださいね、信じてもらえないと思いますけど頑張ってくださいみたいな感じで、そこでメッセージ終わっちゃいましたからね、俺も一瞬ね、あれこれ出会いたいのかなって思ったけどね、そういうんじゃなかったですね、そこでもうピシャッとしちゃったんですよね。だから本当に出会い目的でのメッセージじゃなくて、本当に同じおじさん見たんですっていうね、びっくりな感じでもう送ってきたと、いうわけでね、あれは嘘偽りない話だと思いますよ、わざわざそんな労力割かないですからね、いたずらとかね、ましてや出会い目的でもないし、北海道から神奈川の人にね、そんなくだらないメッセージを送らんですよね、何の得もないのね。すげえよ、本当に見たんだよあいつ、あの女、あのビッチ、マジですげえビッチだぜ、北海道のすげえビッチ、マジか、この動画見せたら連絡くれいいよくんなね。というわけでね、小さいおじさん本当見たんすよ俺、マジで見た、同じ人、これも目撃情報、これ多分もしかしたら同じおじさん見ましたっていうコメントガンガン来るかもしれない、ガンガン来て、ああ嘘はつかないでね、でもカッパの話ついでに詰め込んじゃうけども、カッパはね、カッパはちょっとこれどうなんだって思うけども、まあ飲み会のネタでまあまあなんだ、地元の中高生がよく外飲みをするね、土手があるわけですよ、土手のね、あのとこがあるわけですよ、お決まりの土手みたいなのがあるわけですよ、いろんな中学校の高校のやつだからね、外飲みするっていうとこがあるわけですね。で僕も例によってそこで、飲んでまして、まあ年齢は言わないけども飲んでたんですね昔。したらね、そこね結構 UFO の目撃情報がねある場所の土手なんですよ。みんなそこで飲んでると何人かが UFO を目撃するんですね。まあラリってるわけじゃないと思う、わからん、ラリってたのかな、まあ UFO 目撃情報がね結構ある土手だったんですよ。そこで外飲みすると UFO が来るみたいなね、で全然こういうスピリチュアル的な話信じないやつが、俺も見てマジでこの間マジであそこの土手で UFO 見たとかいうような土手だったわけよ、まあ事件にもなったとこだけど、で、まあ、そこで飲んでましたと僕もね。で、はあ、みんなグダグダもう寝ちゃってね、夜中のね、多分2時、3時、4時ぐらい、もう真っ暗だった時よ。本当に日が昇ってない真っ暗結界だった時よ。で、まあ俺はまあ起きてて、ちょっとまあ土手からね、土手っていうかね、もう水と本当に境がないぐらいのレベルの結構低いとこなんだけど、ふーってね、外、眺めてたよ、川を。夜の川って怖いじゃん、結構。なんか吸い込まれそうでさ、わ、怖え、夜の川、まじ怖え、みたいな感じでさ、まあ若かりし頃の俺がね、飲みながら、狂月飲みながらね、流行りましたよね。やっぱ中高生、いや中高生じゃないけどね、まあ外飲みっつったらね、狂月、純、人狼ね、純結構流行ったね、ね、まあ狂月はじゃないですか。でまあ飲んでました。マジで俺かの川怖え、川超やべえとか一人でね、でまあずっと見せたわけよ。したらさ、川の中瀬、陸地がちょっとあったりとかするじゃん、川って。まあもう真っ暗だからさ、結構そのシルエットしか分かんないわけよ。中瀬があるシルエットとか、なんか棒が立ってるシルエットとかね。そういうシルエットだけ見えるわけですよ。中瀬と思って、陸地とか思ってさ、超陸地なんですけどって見せたわけですよ。したらさ、俺がこうやって見せたらさ、なんかその中瀬でさ、なんかシルエット、こういうなんか頬杖ついてこっち見てるシルエットかなんか、誰ですね、なんか見てんすよ、こうやって頬杖ついてこっち。でもう本当に俺もええと思う、あれよ、めっちゃ酔っ払ってんだもん、ね、と思う、あれ何、誰かこっち見てるな。で結構ホームレスが多いさ、河原だからさ、ホームレスのおっちゃんかな、あれと思う、と思って、したらちょっと動くの、たまにこうやってなんかこんな感じしたりさ、ちょっと動くわけですよ、手変えてみたりとか、あっちもね、あれ何と思って、いや待てよって、ホームレスのおっちゃんだったとしたら、中瀬にどうやって行ったんだと思って、流れてるから、川だからね、湖じゃねえからさ、そんなタフネスな小じきってさ、寂しいのがよくない、ホームレスのおっちゃんいるかなと思ってね、しかもこんな夜中にあんな中瀬に取り残されても死んじゃうじゃねえか、あれ、と思って、何やってんだ、あれ魚の食ってんのかな、したらさ、あっちがこうやって
みたいな感じでこっち気づい、こっち俺が見てることに基本気がついたの、こうやってこんな感じで動いたの。そしたら、え？動いて、なんで？って思ったら、ポチャンって池に飛び込んだの。おえっ？おっちゃん飛び込んじゃったよ、おい。そしたら上がってこなかった。その後ずっと見てたけど、カッパでしょ、これカッパっしょ、これ間違いなくカッパっしょ。これホームレスのおっちゃんが溺死したっていうニュース出なかったからね、その後ね。これカッパっしょ、これカッパっしょ、これ。まあこれはちょっと微妙だな、うん、多分酔っ払ってたのかラリッサがよくわかんないけどでも小さいおじさんはほんとシラフだったから、あれは本当だと思うよ、うん、はい、そんな感じで僕の誰も信じてくれない話を終わりたいと思います。この話にはですね、くだらない後日談があるので、まださらにね、それを、まあ、続きの動画でお話ししたいと思います。ケンタ店長でした。